A to Z は、まずこう、まあ、僕が大体、評価するのは、伝えたい相手をちゃんと考えているかどうか、誰に伝えるかというのがはっきりしているかどうかというのと、インタラクティブならではの、なんでしょう、操作性とか、アイディアなんですけど、 A to Z は両方とも入ってるし、とてもこう操作性も良くて、ちゃんと日本のこの良さもこうちゃんとこう一般化されたものじゃなくて自分の中で探してきてる感じもあり、短い制作期間の中でちゃんと作ってるなと思って感心しました。とてもいいんじゃないでしょうか。